さあ藤本も隊列に収まりまして、さあ今ラインを通過、スタートをしていきます。まずはホールショットは武田が取っていきましたが、2コーナーで早くも由良が前に出てくる。さあ高井由良、まずはスタートからトップの武田を捉えました。そして最後尾スタートの新海龍馬もロケットスタートをイエローラインを通過した後、一気に前に出ていこうという動きでした。その身体がタコツボで藤本をかわしたか。さあまずはユラ、武田の先頭集団、そして喜一郎が3番手、黒柳が4番手に上がります。2番手スタートの原田俊一郎は逆にスタート出遅れました。原田は現在5番手でオープニングラップ戻ってきます。この原田の後ろに身体龍馬、そして清水藤本と続きます。オープニングラップは全車通過。まずはユラが頭抜け出てきまして、武田を従いながらのラップリーダー、そしてその武田と3番手森山、ここの距離がコンマ6秒差。こちらのメンバー同士の武田対金一郎、ここがコンマ6秒間が空いています。その喜一郎の後ろでは今度はブルート対決、黒柳に対して原田俊一郎が11コーナー飛び込んできました。これで原田が4番手に上がります。スタートこそ出遅れましたが、着実にポジションを上げてきました。ゼッケン56番の原田俊一郎、その原田が俊一郎をかわしまして3番手に上がってまいりました。バックストレートで並びかけていって、前に出ていきました原田が3番手に浮上、4番手金一郎、5番手に新海、6番手黒柳、7番手清水、8番手藤本とオーダーが入れ替わります。まだここまでは前2台、由良と武田が抜け出ておりまして、2番手3番手はまだ1秒3というような、先ほどコントロールライン通過時点でのギャップがありましたが、3番手へと上がってきました原田俊一郎がファーストクラップ46秒050をマークしながら前2台に近づいていこうとしています。この距離を1秒切ってきました。こんな9秒差まで取り残しています。ここまで前の2台、由良と武田のペースは6秒中盤、6秒4から5といったペースですが、それを今度は5秒ほど上回ってきます。原田のペース、原田が46秒フラット、キンチローは自己ベスト6秒544。この時間帯でこのラップで最も速いのが原田俊一郎、周りよりもコンマ5秒速いペース。さらに清水とシアスも6秒2に入れてきています。ペースで一気に前に近づいてきました原田。5コーナーでは今度はトップバトル、トップ争いが動いてきました。武田が由良をかわして前に出る、そして由良が5コーナーで動けば原田もこれを使って前に出てきました。さあ先頭集団は3台、武田が前に出てきまして、2番手原田、3番手に由良、4番手争いですが、4番手には新海が上がってきます。まあ、新海龍馬が4番手、金一郎、黒柳、清水と続く後ろ4台、これで現在レースは7周目。
ナーでついに原田が武田を捉えたか。ここでスタート直後5番手まで下がった原田俊一郎ですが、ついに8周目の2コーナートップ武田を捉えます。同集団三つどもえ、原田俊一郎が前に出てきました。原田、武田、そして由良のこの先頭集団、少し由良が前2台に置いていかれているのか。そんな中、新海龍馬がスローダウン。ここまで4番成功上がってきました新海ですが、バックストレートで力尽きてしまった。最高リスタートからポジションを上げてきました新海龍馬ですが、バックストレート力なくスローダウン。迷惑どうでしょうかね。何やら新海もマシンを心配そうに眺めておりますが、トップ。ここで11コーナー、新海のチームメイト原田をかわしました。武田敦が再び前に出ていきます。これでレースは九州終了。10周目、レース折り返しを迎えました。九州終了のラップリーダーは武田がコントローラインを通過をしていきましたが、すぐさま原田が再びこの武田の前に立っています。これで少し間が空いていた由良との距離ですが、由良も再び前2台に近づいてきました。3連勝するからちゃんと見ててねとお昼休み語っておりました酒井由良。現在はその由良は3番手、その由良の後ろ4番手には黒柳の姿です。黒ちゃんも今日は一日苦しながらも4番手までポジションを上げてきています。5番手清水、6番手喜一郎、からこの後終盤へと向かっていきますが、ここまでレース中ファーストストラップは現在トップの原田俊一郎が46秒050。そして各セクターですが、セクター1はもうすでに止まってしまった新海龍馬、セクター2酒井由良、セクター3原田とそれぞれ違う顔ぶれ。さらにスピードベストでは現在4番手の黒柳が120キロオーバーをしています。最高速では黒柳120キロオーバー。さあ再び原田のスリップに入ってきたか。2番手武田、ここはベテラン武田も残り周回数を考えながらというような動きになりそうですが、さあこれでトップ原田を先頭に残り5周。さあこの残り5周というところで2コーナー武田が動く。しかし原田が3コーナーでクロス、さらにそこに由良も飛び込んできた5コーナー。小坪の入り口では、出てきます。
コーナー立ち上がりからサイドバイサイド状態で高久保の入り口、右サイドを奪っていきました武田。武田と由良がポジション争いをしていた影響でトップ原田が少し逃げました。本間549という距離が空いています。コントロールライン残りはあと4周。トップの原田も自己ベストから考えるとペースはコンマ5秒ほどドロップしています。これまでファーストスラップ46秒050をマークしているトップの原田からすれば、現在のラップタイムは武田のベストに近いペースでラップをしています。武田はこの原田との距離を詰めていくには自己ベストをもう少し上げていかなければいけませんが、残り2周、まあ、最終コーナーを立ち上がって、あとはレース残り2周となります。戻ってこれば先頭集団からファイナルラップということになっていきますが、さあこの距離、原田と武田、さらに由良とのこのトップ3の距離がこれ以上近づいてこないでしょうか。最終コーナーに姿を現します。立ち上がってきました原田を先頭にファイナルラップへと入りました。2番手武田との距離はコンマ4秒差、さらに武田と3番手由良との間隔はコンマ2秒。由良の開幕からの3連勝がトップしてしまうのか。現在その由良は3番手、目の前原田、武田、さあこの2台、武田敦が原田との距離をなかなか詰めていくことができません。11コーナーから12コーナー、やめ X30 第3戦最終コーナーを立ち上がってきたのは原田俊一郎がまずはトップチェッカー。2番手武田敦、3番手に高井由良、4番手には清水俊康、5番手黒柳、6番手には木一郎、7番手、藤井も人がこの後チェッカーを迎えてこればエクスターティーコース上チェッカーとなります。